イワイタイランドにはタイから、日本から、世界中の人からタイについて相談が来ます。相談内容は大きく分けて2つ、集客と人材、タイ料理、タイマッサージ、タイ旅行、インバウンド、タイ進出、日本進出、進学、就職、開業、結婚。さて、今日の出会いは。こんにちは。2016年7月24日、日報ワイワイタイムです。本日の活動は、朝7時、メッセージでタイに住むタイ人の日本でのタイ料理店の、開業相談の打ち合わせをしました。最近はですね、タイに住むタイ人が、日本でタイ料理店やりたいという相談がとても多いです。話を聞きたいということで、27日バンコクのホテルのロビーで、面談をすることになりました。2軒目、朝10時30分バンコクからクラビに、移動しまして、リゾートマンションのオーナーロバートさんとミーティングをしました。このロバートさんは、元弁護士、そしてニール・ヤングやスティーディ・ダンの音楽好きということで、大変、話が盛り上がりまして、ロバートさんの車でクラビのビーチを、ずっと案内をしていただきまして、その間ずっとロバートさん、このギター弾くんですけれども、ロバートさんが作った曲を聴きながら、クラビのビーチを案内してもらいました。はい、でこの、ロバートさん、やはり今回僕がやったのはですね、ただの撮影とか面談ではなく、ロバートさんがこの、クラビ市長の、スリポン一族と、仲良くしているということで、今後、このスリポン一族との、人脈作りということも、今回僕が目的とした一つです。このスリポン一族は、クラビの例えば銀行、ホテル、ガソリンスタンド、このようなところを全部、一つのファミリーでまとめているという、すごい一族ですね。この一族とまたつながることで、クラビ国内での、クラビ県内での活動もしやすくなると思います。また、これらの、僕が作った人脈を日本の皆さんにもご紹介したいと思っております。その後、ボートで青南ビーチの方の島に渡りました。これはスコールの中移動したんですけれども、もう大変波が激しく、20分間、かなり激しい、ボートの旅になりました。この模様もまた後ほど、遠藤誠チャンネルの YouTube の方でもご紹介したいと思います。そして、ホテルにチェックインをし、ビーチの撮影とホテルの撮影をいたしました。でこの、写真動画というのはですね、例えば何に使われるかというと、例えば、タイ国政府観光庁のパンフレット、例えば今年の5月に発行された12の秘宝というパンフレットがあるんですが、あそこにも僕が撮影した写真がかなりたくさんの枚数が使われております。このようなところに使ったり、それからもちろん月刊ワイワイタイランドの紙面、そういうものにも使われます。はい、その後タイ料理店の撮影に入りました。これは3店舗
撮影しました。これも、これはですね、タイレストランチャンネルという YouTube にあるんですけれども、このタイレストランチャンネルで今夜はタイ料理という、ところでご紹介したいと思います。はい、このような一日でした。ちょっと疲れが出てしまい、ちょっと寝ようと思ったところ、かなり出てしまいましたので、今の時間になってしまいました。明日はもうつまりもう今日ですけれども、海の朝焼けの撮影、これは青南ビーチの、朝日が出るのが5時30分から5時45分ということで、そろそろスタンバイしようと思っております。それから、遠藤誠は毎日チェックアウト毎日チェックインというホテルを毎日こう変えているものですから、ホテルをチェックアウトして、次のホテルラヤワディホテルにチェックインします。それからまたクラビの海の撮影をしたいと思います。7月24日の日報ワイワイタイランド、以上でした。それでは明日もタイランド頑張りましょう。お疲れ様です。今日もタイランド、明日もタイランド、ワイワイタイランドでよろしくお願いします。